藩校藩公は、江戸時代に諸藩が藩士の師弟を教育するために設立した学校、藩学校ともいう。内容や規模は多様だが、藩士の師弟は皆強制的に入学させられた。後に皆に解放された藩校もある。講義では、医学校、洋学校、工学校、国学校、合学校、女学校など、 藩が設立したあらゆる教育機関を含む。藩校は藩の費用負担により藩地に設立されたが一部の例外として江戸藩邸に併設された学校もあった。藩市に月謝の支払い義務はない上に成績優秀者には藩から就学支援金を給付江戸等に留学させることがあった。全国的な傾向として藩校では武芸も奨励され、 七から八歳で入学して第一二文を習い、後に武芸を学び、十四から十五歳から二十歳くらいで卒業する。教育内容は、四書五教の素読と修字を中心として、江戸後期には、蘭学や武芸として、剣術等の各種武術などが加わった。藩校の入学における主な修行、試験は、素読吟味であり、四書、儒学の基本文献、大学、 中央、論語、申しの総称のうち、抜粋した漢文を日本語訳で3回読み上げる。内容の解釈はともかく、読みの語尾、読み間違い、微謀、忘れてしまうことの多少で合否が決まる。江戸幕府では10月頃に行われていた。反抗の入学試験に合格しても、次から次へと試験を行わなければならず、落第した者には、厳罰が課せられる。特に3度の落第者には、 厳しい厳罰が設けられている。それは犯行によって様々だが、主な厳罰として、着難なら、相続の際、過酷の原稿、さらに親の役職を継ぐにも、ままならず無役のまま生涯を送ることもなりかねない。徳川家光時代までの武断政治から、文治政治への転換とともに、犯行が各地に設立されていった。日本初の犯行は、百六十九年、 漢文9年に岡山藩主、池田三つが設立した岡山学校、または国学である。全国的に藩校が設立された時期は、法歴期、1751年から1764年以後であり、多くの藩が藩政改革のための有能な人材を育成する目的で設立した学校が多い。また、柳川藩や米沢藩のように、江戸時代中期頃に、 藩の自身の自宅に作られた講師病や行動を、江戸時代後期に移転、拡大師藩の役職に、藩校関係職を設立して繁栄化して、藩校とする場合も見られる。各地では優秀な学者の招聘も、盛んに行われた。発展期には全国に255校に上り、ほぼ前半に設立された。藩校の流星は、地方文化の振興や、各地域から時代をリードする。 人材等の輩出にも至った。代表的な犯行としては、合津藩の日清藩、米沢藩の工場藩、長州藩の明倫藩、中津藩の新治藩、佐賀藩の行動藩、熊本藩の藩行自習藩、鹿児島藩、薩摩藩の増子藩などが有名である。特に薩長の遊藩では、教育においても優位に立っており、薩長問いの連合において、有力な人材を輩出した。 また、越後長岡藩の成政藩、文政13年、1831年、長岡市や長州藩の有素内藩、天保12年、1841年、萩市のように藩内だけでなく、江戸藩邸内にも藩校を開設した藩も存在する。藩校の中には、藩主の天保や、その他の理由による藩庁移転に伴って、新しい領地、 藩庁所在地へ移設、新設されるものもあった。立教館、白川藩、桑名藩などは、天保による移設の例である。また、長州藩では、倒幕、上位戦に備えるため萩から山口へ、小倉藩では、幕長戦争による小倉上落城から豊津へ、岡部藩は、母親戦争後の官軍教順により三河国藩払え、それぞれ藩庁を移転し、新しい藩庁所在地において、 藩校も新設された。幕末には、佐賀藩、金沢藩、山口藩、中津藩、薩摩藩、桜藩等の一部の藩校は、国学、官学に留まらず、医学、科学、物理学、西洋兵学等の学寮を併設する、事実上の総合大学にまで発展していい。明治4年7月、1871年8月、廃藩地県で、 藩校は廃止されたが、明治5年8月、1872年9月、学生発布後の中等、高等小学校の直接、または、間接の母体となった。1886年、明治19年中学校令の交付とともに、東京大学予備門が廃止され、全国に、文部大臣の管理に属する7校の管理高等、中学校、 あとに、旧制高等学校と、会唱が開設された。各高等中学校のうち、山口、鹿児島、金沢、第四の本部、本科、及び、岡山、第三、仙台、第二、金沢、第四の医学部は、旧藩校、山口名林館、鹿児島造酒館、金沢名林堂や、範囲学校、岡山医学館、仙台名林養賢堂、 金沢医学館の流れを組むものであった。これらの旧犯行の更新諸行は、その後、改組、中絶、再行等を経て大学にで発展することになる。なお、この中学校令では同時に、尋常中学校は一県一校とされたため、その他の旧犯行は、県庁所在地で旧正、旧制、尋常中学校に改組できたものは、現在でも新生高等学校として存続しているものが、 大半である。また、被検庁所在地では一旦高等小学校に改組されたものが多く、その後の高等小学校の配置によって消滅したものも少なくない。掲載は原則として、地域別の北の藩から順とし、複数の藩校がある場合には、藩内での設立年度順としている。特に記載のない限り藩校に続く年号は、創立年、 あるいは創立年廃校となった年として記述している。交代より合いの大見旗元領内に設置された、犯行相当の教育施設は驚愕に分類される。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。